道を開けな、魔物ども！大悪党のほとりだ！私が言えたことじゃないけどさ、失敗するかもなんて考えるな。そういうことは失敗した時に考えればいいんだよ。今はただやりたいことをやればいい。っていうか、私もお前も転んでもぶった切られてもただじゃ起きないのは同じだろ。もう一回会えると思ってなかったお前に会えたんだ。不可能なことなんて何にもないぞ。私も頑張る。だからお前も頑張るよな、主人公。頑張れ、オクト。こんなに応援されちゃって、まるで僕正義の味方っぽくない？悪いやつなのにさ。でもまあ、たまにはいいか。負けるな、オクト。私たちの自由を奪う敵をぶっ飛ばせ。ああそうだね、ノエム。いくらセブンクラウンズだからってあんたの好きにはさせないよ、ビジョンズエンプレス。来るな、やめろ。行こう、ノエム。昔みたいにコンビプレーだ。ああ、掴むぞ。世界一の大悪党になる未来を二人の手で。君たち、僕の相棒が世話になったね。せっかくだし、もう少し面倒見てやってよ。また泣いちゃうかもしれないしさ。バカ野郎、だから泣いてないって。おっと、そろそろ時間だ。それじゃあまたね、未来の大悪党様。またな、オクト。いやー、祝ってもらえるっていいもんだな。よーし、今日は思いっきりはしゃいじゃうぞ。あたしについてこい。質問も私が一刀両断してやるぞ。オクトーが私に誕生日とこのブローチをくれたんだ。パンと牛乳、体力ないと悪党は務まらないからな。悪なことを思いついたらすぐにメモを取ることだ。ビーチベースボールだな。どんな球もぶった切ってやる。ダメなところなら1000個は言えるぞ。あいつは頭が良くて私ができないことをやれるんだ。短所を補い合えるから最強のコンビなんだぞ。たまに街中で超能力者の気配がするんだよな。オーマだな。うまい魚を食べて強くなるんだ。知ってるか？魚を食べると頭が良くなるらしいぞ。昔お前たちに何度もぶっ飛ばされたおかげかな。今年もこの天狼破断剣で悪いやつをぶっ飛ばすぞ。だからこれからも力を貸してくれよな。
なんていうか、クリスティーナが私のためにケーキを用意してくれるなんてな。どういう風の吹き回した？坊やに相談されたんだ。お前の誕生日を祝いたいとな。奥島の坊やは不在だが、私がいるのだ。退屈はさせんぞ。二人とも本当にありがとな。それなら私も大悪党らしく豪快にド派手にわがまま放題楽しんでやる。それでいつか今日のことを奥島のやつに自慢するんだ。どうだ、すっごく悪いだろう。きっと悔しがるぞ。よし、出来上がりだ。どうだ、大悪党にふさわしいすごく悪そうな絵に仕上がっただろう。特にこの辺りとか。さっぱりわからん。だが欲望の赴くままに描く様は確かに悪くなかったぞ。それでこそ芸術というものだ。負けないくらい全力で祝うから覚悟しとけよな。